ケーキは米国ミズーリ州セントルイスのメーカーデザートではなくティーブレイク用のいわゆるコーヒーケーキに分類されるベーカーズ型とクリームチーズ型の2種類がある本来のレシピはベーカーズ型で1930年代頃に考案されたとみられているセントルイス商工会議所ではセントルイスが誇る一風変わった人気のお菓子と銘打って ウェブサイト上にレシピを公開している。紹介されているのは、滑走にバターとイエローケーキ、上層に卵とクリームチーズ、アーモンドエッセンスを使い、最後に粉砂糖を振るうというもの。地元セントルイスの食料品店シュナックスやディルバーグス、等をはじめとして、ベーカーズ型を使う菓子店が多い。ただし本来のベーカーズ型そのものではなく、コーンシロップ、砂糖、 粉末卵を元にしたレシピを使っている。いずれにせよ、ケーキミックスやクリームチーズは使われない。一方、クリームチーズ型は家庭で簡単に作れるようにベーカーズ型に手を加えたものである。羊については1990年代半ばに発酵のセントルイス一丁一席に詳しい。それによれば、セントルイス在住のドイツ系アメリカ人の菓子職人が ケーキを焼く際に砂糖と小麦粉の火を反対にしてしまった際に偶然できたものだと言われている。実際にこの菓子職人が働いていた菓子店の主人はジョン・ホフマンという。内実はグーイー、バターとディープバターを取り違えたのが由来のようだ。前者はデイニッシュロールやシュトレン等の表面に塗り付け、ココナッツ、ピーナッツ、パン粉などをまぶす際の接着剤の働きをする。ちなみに、 後者はコーヒーケーキ用である。主人の雇った新人の職人が両者を取り違えてしまったのだが、すでに焼き上げ準備段階に入っており時遅しであった。捨ててしまうのもなんだということで、主人はそのまま焼き上げてしまった。怪我の巧妙化、意外にも売り上げは好調だったため、定番メニューとして残すことにした。あとセントルイス中の菓子店に、この 失敗作が広まっていき定着したというのが、ことの真相である。オゼンコスキー、エスベーカリーとセントルイス発祥の喫茶店、パネラブレッドでは、グーイーバターを使ったディニッシュを提供している。ありがとうございます。